いいよ。そのためにも希望があるなら私は最後まで諦めないわ。ただしやはり素人が無理だ。私はマラソンランナーよ。これが PA よ。あれ、お宅の仕業だね。位置について。自分のペースで走り続けるんだ。その結果、神谷さんに勝つ。おい、聞いてくれ。この大会が終わったら陸上が潰されるんだって。金子のリストラの対象なんだよ、君たちは。自分を信じて頑張んなさい。走れば勝ちもあるってことよね。そんな体でゴールまでたどり着けるのか。制限時間は4時間。あと30分しかないぞ。約束、必ず果たしてもらうわよ。相変わらず他人ごとに首突っ込む癖治ってませんね、先輩。将軍だからね。制限時間まであと3分。やはりゴールは無理なんだな。
限時間まであと30秒しかありませんよ。また俺と一緒に走ってくれないか。今のお前にどうやって霊電院家の借金が返せるってんだ。すべてうちの会社が肩代わりしましょう。あなたはボストンマラソンの佐竹義雄。ぜひうちの陸上部に来てくれないか。でも自分は走ってません。今日のマラソンはノーレースだ。それに君の実力は十分に分かっている。2年前のドーピング、お前の見つけたやつだってな。見たわ。失礼いたします。金子さん、今の話どういうことなんですか。ありがとう。本当にありがとう。もう私たち離れない。何があってもこれからずっと二人のマラソンが続くんだね。大丈夫か、翔ちゃん。翔。大丈夫だ。長澤さん。
なたのバイト PA に。どうせ母親よ。それぐらい分かってたわ。母親、確か長澤さゆりの本名の小早川。ねえ、こんな危険なバイトはやめて本当に重要になったよ。親の話しかりで、そんなのごめんだよ。もしもよ、私が女優になるとしたら、私は私の力でなるわ。看病するっていうのもいいもんだわね。何とかするだ今日。二階堂さんだ。二階堂さんの知らせだ。私たち今ね、命かけて演じてんのよ。女優としてのプライド持ったの。しおちゃん俺の子だろ。君しかいない。小早川しお、主役で行こう。どうした、苦しい。さあ死ぬのよ。殺される。本気で向かわなきゃ負ける。誰になってほしい。大丈夫か。もしかして二階堂さんがパパなんじゃ。小早川さん、もう休み時間終わりだよ。ここ？うん。はい。あ、森さん。え？事故？落ち着いてくださいね。今マネージャーさんから電話があって、さゆりさんは病院に運ばれたんだって。今日こそはどんな手で来たって騙されごめん帰らせて。長
なたはさゆりに隠し事だよ。すごいネタでしょ。前金もらえます。編集長、長澤さゆりが撮影中に事故に遭って病院に運ばれたそうです。長澤さゆりが？あんまえちゃん、前金でも何でも払うよ。うちだけの出版物じゃ、しっかり裏叩けてきて。ペン女優は続けられるんですか？改めてですね、きちんと発表しますから。今日のところ映画はどうなるんですか？共演していた大地瑠璃子さん、大地さんに代わって主役になった。本当です。大地瑠璃子ってあの人のライバルじゃない？まあかわいい看護婦さんだこと。さすが PA ね。そんなことより本当に足大丈夫なの？複雑骨折だってもう手術も終わったのよ。塩さん、どうしたんですかその格好？記者にバレちゃまずいでしょ。ああ、そうですよね。ねえねえ、撮影中の事故だったんでしょ？どうしてこんなことになっちゃったの？これは事故じゃなく恋よ。恋？うん、命綱の金具に切り込みが入ってたんだよ。私撮影前に確認したのよ。でもその時には異常はなかったわ。その後で誰かが切り込みを入れたのね。誰がそんなこと？あいつに違いありませんよ。さゆりさんが怪我をして一番得をするのは大地瑠璃子しかいません。森さん意外。あ、やだ忘れてた。私慌てちゃったもんだから、じゃあすぐ取ってきますから。はい、気をつけて。はいはい、行ってきます。あなたに折り入って話があるんだけど。何？あなた PA として私の依頼を受けてくれない？え、犯人を探し出してほしいの。犯人を？あ、二階堂さんにはもう了解は得てるわ。やっぱり二階堂さんと知り合いだったんだ。どうして知ってるの？デビューの頃のマネージャーだったのよ。私をスカウトしてスターダムに乗せてくれたとっても優秀なマネージャーよ。それだけ？それだけよ。そっか。ね、依頼受けてもらえる？でも犯人探しってどうしたらいいんだろう？主役の相手役のオーディションがあるのね。とっても大事な役よ。まだ決まってなかったの。オーディションを受けて現場に潜入するっていうのはどう？オーディションか。でも受からなきゃ現場には入れないわ。自信ない？今度の役は私が一緒に一度できるかできないかの役だったんだけどな。これでも私も女優引退かしらね。分かったよ、受けるよ。ありがとう。でも犯人探しなんて難しい役になりそうな。演じてみせるわ。大河内監督いい監督だよ。ねえ、うん、私が長澤さゆりの隠し子だって知ってたんだね。ああ、どうして知っててスカウトしたの？あの頃の塩ちゃん危なかしかったからね。ほっとけなくて。それだけ？うん。そっか。オーディションか。
しおちゃん初めてだね。うん、頑張って。私は PA として受けるのよ。 PA が怒ったら恥でしょ。きっと受かってみせるわ。レッサー来ました。一言お願いします。お願いします。 OK です。 OK です。どこ持ってきますか。お願いします。どこ持ってきますか。こいつ形かしてみて。おはようございます。あの人が第一さんのこと、マネージャーの松尾かなね。アクション。母さん、ありがとう。あのファンなんですけど、サインしていただけますか。左利きか。でも何この横柄な態度。あなたオーディションを受けに来た人ね。はい、小早川しおと言います。よろしくお願いします。こんなことして私に取り入るつもりかしら。あなたも女優の卵なら、女優としてのプライド持ったら。何やった噂通り嫌な感じ。おはようございます。この中に犯人がいるかもしれない。どうしてあの人を殺したの。どうしてどうしたあの人を殺したの。どうしてあの人を殺したの。ちょっとちょっと。どうしてどうしてあの人を殺したんですか。はい、いいよ。ありがとうございました。あなた、日生プロから来たの。はい、ずっとエキストラをやってました。社長さんは二階堂さんです。ご存知なんですか。私がデビューした頃のマネージャーよ。二階堂といえば長澤さゆり、そして大地瑠璃子を育てた伝説のマネージャーだ。三人は昔からの知り合いだったんだ。そういえば監督、あの頃さゆりにご就寝でしたよね。この人もあの人と関係があったの。監督？ん？ああ、二階堂君のところの子だったね。第一オーディション合格おめでとう。ありがとうございます。あの、ん？長澤さゆりさんとはいつ頃からのお付き合いなんですか。さっきオーディションの時、プロデューサーの方がご出身とかなとかって。君も面白い子だな。あれはカモフラージュだよ。え、僕はマイホーム主義者でね、監督ってタイプじゃないだろ。明日も頑張れや。じゃあこれとこれにしようか。はい。あの小早川しおって子、監督に取り入ってたみたいですよ。長澤さゆりのことなんか持ち出して。そう、あの子が。
大丈夫か。気をつけなきゃね。ねえ、どうしてこんなとこにいるの？いや、エキストラの仕込みに打ち合わせ。じゃあ、アイさんのオーディション頑張ってね。一体誰なんだろう。しかし長澤さゆりの子供が PA だったとはな。しかし清純派女優長澤さゆりに私生児なんてな、父親一体どこの誰だな。その辺のスケベなスポーツあたりだったりしてな。殴ったってことはあんたが長澤さゆりの娘っていう証拠だ。また来るよ。なんなのあいつ、スケベスポンサーなんて見せちゃう。乗って。あなた、さゆりをネタに監督に取り入ったんですってね。あんまりみっともないことやめたら二階堂さんが悲しむわよ。なるほどね、忠告ってやつね。何見回してるの？アクション。私ずっとルリ子さんのファンだったんです。だからこうしてルリ子さんの部屋に来ることができて嬉しくて。なかなかいい演技だわ。そんな。でもあなたの演技、長澤さゆりにそっくり。本当に私のファンだったら私に似てるのが普通だと思うけど。信じてください、私子供の頃から本当にルリ子さんのファンだったんです。だからルリ子さんみたいな女優さんになりたいってずっと思ってました。いいわ、じゃあ私が出た作品すべて言ってみて。作品すべて。どうしたの？本当に私のファンならそんなのたやすいことでしょ。デビュー作品は白戸博之監督の渚の歌。次は市川蓮監督のまだ見ぬゼロの思い出。それからライフ、3年前のクリスマス、霧の中のロンドン、プレゼントフロムニューオーリンズ、嵐の見える丘で、ミセスブラウンシュガー、幻の8月、百花繚乱。もういいわ。女優としての暗記力と集中力はあるみたい。ありがとうございます。何？どうして右手を使わないんですか？もう帰っていいわ。二階堂さんによろしくね。よろしくお願いします。はい、初めて。雅彦さん、結婚式は教会がいいわ。真っ白いウェディングドレスを着て。ちょっと、あなたセリフが違うわよ。セリフすり替えられてる。あら、できないのかしら。とにかく受からなきゃ。犯人は探せない。あの、渡されてたセリフの紙が違ったみたいです。見せていただけますか？
とうございました。え、もういいの？もう覚えた？はい。だけど覚えただけじゃねえ、ちゃんと演じてもらわないと。大丈夫です。相当自信があるみたいね。やっていただきましょうね、監督。あ、じゃあ始めて。はい。あなたが、あなたがマサイコさんを殺したのね。どうしてなの？マサイコさんもあなたを信頼してたわ。本当のお姉さんのようにしなってた。私はあなたを絶対に許さない。この目だ。あの右手、あの手で太い髪で細工なんてできるはずないわ。だとしたらあの人は犯人じゃない。じゃあ誰が犯人なの？君のこの目、君しかいない。え、僕の目に狂いはない。この子の目だ。台本が変わっても小早川しよう、主役で行こう。私が主役？監督、どういうこと？大地ベリコ以外の人が主役になることを憎む人間がいる。監督だとすると私が主役になれば邪魔しようとする人間がきっといるはずよ。監督、カメラテストを受けさせていただけませんか？相手はルリコさんで、それでどっちが主役にふさわしいか決断してください。何言ってたんだよ。自分が言ったことが分かるわ。はい、いいわ。あなたの挑戦受ける。かかった。カメラテスト2時からだから遅れないように言え。お前どんな危険な状況にいるか分かってんのかよ。分かってる。それって PA の後輩として、それとも女として？残念だろ。行くぞ。
あの人は犯人じゃないわ。え？あの人の名刺は使えないのよ。使えない？このボイラー室の扉を片手で閉めるのは不可能。それにあの手で金具に切り込みなんか入れられっこない。じゃあ犯人は誰なんだ？大地ゆり子を死刑にしたい誰かよ。松平、じゃああのゆり子のマネージャーだよな。あり得るわね。とにかく私が大地ゆり子に勝ち主演に決まればきっと犯人もあぶり出せる。とにかくここから早く出なきゃな。カメラテストの時間だっつったのに、おいっつったんだろうな。難しい役になりそう。あの頃の仕事は危なかしかったからね、ほっとけなくて。ねえ、こんな時になんなんだけどさ、施設で育ったって聞いたんだけど、親どんな人か知ってる？若者の時施設の前に捨てられたんだ。だから親の顔も何も覚えてない。死にたいと思わない？思わない。俺は今ここでこうして生きてる。それでいいじゃん。今やばいけどな。二階堂さんに拾われて PA やり始めて、いろんなやつと会って見てないもんね。ああ。
にしよう。大丈夫ですか。生きてるよ。こう見えて結構しぶといんだよね。どうする。病院か。冗談じゃないよ。私は PA よ。お待たせ。恵子さん、私も一回こういうのやってみたかったのよね。どう？ずいぶん早かったね。私のドライビングテクニック舐めてます？いや、そういうことじゃないんだけどさ。さあ、時間ないよ、行こう。二階堂さん。何？私の私はあの子棄権したのかしら。一体どうしたのかね。彼女怖くなって逃げ出したんじゃないですか。いや、思いませんね。彼女は棄権ということでよろしいですね。待ってください。カメラテストお願いします。私とあなたの対決のシーンよ。手加減もしないわよ。よろしくお願いします。じゃあ君ここで。はい、ありがとう。この人に勝てばきっと犯人が現れるわ。きっと私に牙を向く。シーン83、アクション。あなたが雅彦さんを殺したのね。どうして、どうしてなの。私はあなたを絶対に許さない。あなたの悲しむ顔が見たかった。それだけ。セリフが違う。あなたなんか死ねばいいんだわ。殺してあげる。本気で殺す気？こんなのないぞ。おい、やめだ。そのままぜ。さあ、死ぬのよ。嬉しいわ。やっと本気になってくれたのね。この人、
私を本気にさせるためにわざと。負ける、本気で向かわなきゃ負ける。あなただけが雅彦さんを愛してたとでも思ってるの？すごい、右手が不自由なんて感じさせない。私たち愛し合ってた。負けられない、絶対。さや、マサヒコはガンだったのよ。そんな、愛してるから殺したのよ。私だったら彼の最後まで二人で一緒に生き抜くわ。殺したりなんかしない。私は後悔なんかしてないわ、殺したこと。そんなの愛なんかじゃない。それでも私、それでも私は生まれ変わっても果たしていた。私のセリフカット。負けたわ、あなたには。久しぶりに本気になったわ。さゆり以来かしら。あなたとはいいライバルになれそう。瑠璃子さん、監督、主役彼女に譲るわよ。来るわ、そろそろ。そんなのダメよ。来た。こいつだったの。あなたがさゆりを。瑠璃子さん、さゆりなんか主役にふさわしくありません。瑠璃子さんだけが主役です。瑠璃子さんじゃないと私は認めない。私は認めない。ああ、私たちの言いはね、命かけて演じてんのよ。エンド。その右手不自由なんですね。誰も気がつかなかったのに、さすがね、あなた。でもさっき演技なさってる時には全然感じられませんでした。私は女優。あなた
さゆりの子でしょ。さっきの演技見てそう思ったわ。こんな大きくなったのね。一つ聞いてもいいですか。私の父親って。誰が親でもあなたはあなた。それにさゆりがあなたを産んだことに変わりはない。そしてこうして私に勝ったあなたがここにいる。それだけでいいんじゃない。主役頑張って。さゆりに言っといて、今度酒でも飲もう。大地ぶり子、大した女優だ。そしてあんたもな。いつかあんたが大女優になった時に独占インタビュー撮らせてもらうよ。いい記者になれないね。あんた見てるとな、なんか自分がやりたかったことを思い出しちまった。アフリカあたりでも行ってくるかな。思い出させてくれてありがとう。あの子いつもこんなとこにいたのね。ここでスカウトしたんだ。そう、ここでね。彼女は風邪、気まぐれで、でもどっか心地が良くて。20年前にそう感じた人がもう一人いた。しおちゃん俺の子だろ。だったらどうする？やっぱり答える気はないようだな。私のわがままかしら。そうかもしれない。でもそれが君だ。君の娘であることに変わりはない。ありがとう。やっぱりここにいたんだ。お二人さん、どうだった？ルリコに勝った？もちろんよ。オーマイベイビー、あのルリコに勝ったのはさすが私の娘。ちょっとちょっとねえねえ、足もう何。やっぱり私にオーディションを受けさせるためにいらしてきたんだ。だって女優になるんだったら実力でなりたいって言ってたでしょ。それで二階堂さんも協力してたってわけだ。まあね。でもお二人には悪いけど主役断ったから。どうして？表に出れるのよ。私の人生だよ。そうね、あなたの人生ね。ねえ、ところで二階堂さんが私のパパだったりして。だとしたらどうする？やっぱり答える気ないみたいだね。何よ。いやちょっとね、どっかで同じセリフ聞いたなって。もしあなたが本当に知りたいんだったら。いいや、やっぱり聞かない方がいいや。今のまんまがいい。今こうして私はここに生きてる。それだけで十分よ。 PA が好きだから。
やってる。今の自分が好きだから。今のママが好きだから。そんで今の二階堂さんが好きだから。今のママが、今のママが一番いいの。生まれ変わっても私でいたい？もちろんよ。頼んでねえぞ。課長、何おっしゃる。送金でアバウト手配とプレゼント購入じゃーん。あーすごいじゃねえぞ。いやね、美味しいんだよ。なんかで買ってきたんだよ。はい、もしもし。本当に。あら、また、どうしたこの格好は。可愛い。可愛いよ。まあ、かわいい。